セルフ、ポートレートバイリード、C1860、トマス・ブキャナン・リードは、アメリカ合衆国の詩人、肖像画家、28歳のトマス・ブキャナン・リード。リードは、1822年3月12日に、ペンシルベニア州チェスター郡ダウニングタウン近郊の、小村コーナーケッチで生まれた。画業の傍ら、リードは、三分の物語、 ザ・ピルグリムス・オブ・ザ・グレート・ストリート、ベルナールや、ザ・ニュー・パストラル、ザ・ハウス・バイ・ザ・シー、シルビア、エイ・サマー・ストーリーなど数冊の詩集を発表した。これらの詩集に収録された比較的短い作品の中には、例えば、シェリガン・ズ・ライド、ドリフティング、ザ・アングラー、ザ・オース、ザ・クロージング・シーンなどは大いに評判になった。リードは短期間だけ。 ラファエル全派に関わっていた。彼の絵の評判が最も高かったのはフィレンツェにおいてであった。彼が肖像画を描いた人物には、エイブラハム・リン・カーン、ヘンリー・ワーズ・ワース・ロングフェロー、アルフレッド・テニスン、エリザベス・バレット・ブラウニング、ロバート・ブラウニング、ウィリアム・ヘンリー・ハリソンらがいた。リードは馬車の事故で負傷し、それが元で健康を損ない、 アメリカ合衆国へ帰国する途上の戦中で肺炎に、罹患して死去した。ザ・ハープ・オブ・エリン、トマス・ブキャナン・リードが、1867年。シェリダン・ズ・ライド、トマス・ブキャナン・リードが、1871年。この記事には現在パブリックドメインである次の出版物からのテキストが含まれている、カズン、 ジョン・ウィリアム、英賞とバイオグラフィカル、ディクショナリー・オブ・イングリッシュ・リテラチは、ロンドン、ジェーム・デント・アンド、サンズ・ウィキソースより、ありがとうございます。